発注の受け方っていうのは、まあ、ある程度どの作品のベーシックなものがあって、きっとまあ日常の何曲ぐらい、コミカル何曲ぐらい、プラスその音響監督さんなりの癖っていうのもありまして、うん、まずこのメインテーマをバンって作って、そのメインテーマの派生形をいっぱいこうね作っていくっていうスタイルの音響監督さんもいらっしゃいますし、それからわりかしこの話数ごとからカットを取っていくような音響監督さんもいらっしゃいますし、だそのお会いしてその音響監督さんがどういうスタイルでやっていくのかな、あとその音響監督さんと監督さんのコミュニケーションの中でそれがどれくらい煮詰められているかなみたいなところをお話を伺いながら、自分なりにじゃあここだったらこんなシーンだったらこんな曲でどうですかねとか、もしくは逆にね、あのこうあそういうのはそういうのじゃなくてもっとこういう感じが欲しいんですよっていうディスカッション打ち合わせでしてって、最終的にまあ落とし込んでいくっていうのが打ち合わせの段階ですよね、うん、基本的にね、うん、であとそれを僕ら的に解釈して具体的にやっていくっていうことなんですけど、なんかよく僕ご飯に例えるんですけど、うん、あのうちらの食堂やレストランにはメニューがあんまりなくて、うん、来た人がこういうのが食べたいですとか、うん、けど、お肉だとちょっともたれるから野菜を多めにしてくださいみたいなオーダーを聞いてこんなんかなって作るみたいな作業が一番多いのかなと思います。ただこういうさ、ね、うん、こういうアニメで子供が多いからちょっと子供が喜ぶような楽器を入れてくださいとか、逆に子供が多いからといって子供じみたものじゃなくてテーマはシリアスなので、あのシリアスな、モチーフだったり楽曲のコード進行だったりとかを作りたいですっていう風なオーダーとかを聞いて、あじゃあ監督はこう言われてるからこういう風に作ってみようかって思うこともありますし、逆に監督とかがこうイメージしてないものをちょっと裏切った感じでこんなのも作ってみたんですけどっていう風に出してみ、もう一品出してみたりとか、もう一品出しますよねアニメとドラマの、まあ、実写映画ですね、実写映画だったりとかあるんですけれども、そのどちらもその映画の場合はほぼ映像が出来上がっていて、映像に合わせて、音楽を作っていくのがフィルムスコアリングっていう形で、選曲システムって言って、まあ何十曲っていう曲をそのメニューごとに悲しみ1、悲しみ2、悲しみ3とかコミカル1、コミカル2とかそのメニューをバーっといただいて、こういうシーンで使いますみたいな簡単な説明があって、でそれで台本仮のやつを1話2話とか、あのもっと全部できてる時もありますけど、そういうのいただいて設定資料を見てこんなのかなっていってイメージして作っていくっていうのがそのまあ日本の劇伴作曲家のよくやってるお仕事のスタイルかなと思います。壮大なシーンにはあったりするんですけれども、あのもうちょっとあの静かなシーンで使いたいなと、その選曲家さんとか音響監督さんっていう僕らの曲を使ってくださる方たちが思った時に調整ができるようにステム納品って言ってトラックごとにバラバラに納品するんですね。ドラム、ギター、ベース、例えば静かなシーンで使いたいんだったらそのピアノとボーカルだけで始めて、で主人公が立ち上がって走り出したところからドラムがポンって入ってくるみたいな風に、その向こうが調節できるようにしているのがそのステムっていう形だと思います。まあハリウッドとかそういう、ね、海外のサウンドトラックっていうのは、フィルムスコアリングが主流でやられているのがあるんですけれども、僕は日本のこの劇伴の、選曲スタイルがあるからこそ自分らである程度楽曲の盛り上がりとか、高まるクライマックスみたいなものがより作りやすくて、一個のサウンドトラックの世界の楽曲だけど起承転結がしっかりしたものが作れるのが日本のサウンドトラックのいいとこかなと思っていて、なんかガーって盛り上がって急にふんって落ちてるなんか海外のサントラとか聞くと、うんうん、この後大サビみたいなのが来ればよかったのになみたいなのが、でもそれフィルムスクリーンやってて自分でも思う時ない。あそうですこうやってあ、うん、自分の楽器見たらこれバーって来たんで映像がここでスーッとなるから曲はちょっとね下げなきゃならないという時もあるからね。あれはちょっと悩ましいところ、うん、悩ましいところだね。皆さん海外の作家さんもそういう思いをされてるんじゃないかなと思うんで、まあ、僕らは恵まれてるのかなって最近は逆に思うようにはなります、うん、そうですね、はい。
5年ぐらい前はすごい海外の作家さんにすごい憧れてて、うん、それこそビザ取って、うん、そのアメリカとか行ってやってみたいなっていう、うん、逆に僕は今一番やりたいことができてるんじゃないかなと思っていて、その、まあ、フィルムスコアリングができる絶対量が少ないっていうのももちろんあるんですけど、うんうん、先ほど言ったみたいにその惜しいところで楽曲をしぼめてしまわないとダメなお仕事をしないとダメなんだよなと思って、もちろんそれも楽しいんですけど、それがメインになってくると僕らがやりたい感じにはならないのかなと思っていて、例えばあの、まあ、ハンス・ジマーさんとか、ジョン・ウィリアムズさんとか、なんかレジェンド作曲家さんの、あの楽曲を聴いて、うわかっこいいなとか、うわすごいこんな大編成で羨ましいなって思うこともあるんですけど、チャレンジしてみたいなってことももちろんあったんですけど、やっぱりなんだろうな、その楽曲が起承転結がついてるのが自分が好きなんだなっていうふうに、なんか一周回って思うようになっていて、海外の人が逆に日本のアニメの音楽をやりたいんですっていうのがすごい増えてきてて、今だってハリウッドで作家さんやってるんですよねみたいな人からも、少年アニメのスピリットが欲しいんですみたいなメールが来てて、おーなんか熱いぞって熱いね日本の劇版をサウンドトラックを海外の人にたくさん聴いてもらって、あと10年ぐらいしたらまたハリウッドでもメロディーが復活したりしないのかな、やっぱこれはねこうあの時代のサイクルみたいなのがあったりするんですけどね、なんか逆に日本のアニメっぽい音楽が作りたいんだって、うん、その時になんか、ね、呼んでもらえたりしたら嬉しいな、あのさ僕さあの日本大好きなのね、僕も好きです、大好きなんで、うん、この日本から世界に出たいんですよ。当然ハリウッドの音楽って、うん、あの聞いたし、うん、影響を受けた部分もあるけど、実はそんなに解析したりとかさ、うん、あのものすごいこう分析したりとかしたことなくて、うん、こう有名な、まあ、ハンス・ジマーさんとかのね、あれはあれで一つの完成されたスタイルなんで、うん、僕らは僕らのできるこのスタイルで、うん、日本からこうダンといったぜみたいな、うんことをやってみたいなっていうのは昔から思ってる。いやそうです ね、 なんか自分らが得意で自分がいいなと思うものをなんかお仕事のメインとして持てる方がいいのかなっていうふうには、うん、最近は思ってます。我々思っておりました。そうですね大事なのはなんかこう共犯者にするというか、うんうん、同じ楽しいことをやる、ね、うんうんうん、一緒に面白いもの作りましょうよっていう気になってもらうのが大事なのかなって感じ。なんかさよくあの SNS とか見てて思うんだけどさ、うん、今日ミュージシャンの何々さんに来てもらいましたって堅苦しい写真とかよく見かけたりするじゃん、うん、ああいうの俺あんまりなくて、全然みんなお友達になっちゃうから、うん、だってみんなとわーってやって、それがいいか悪いかって別問題だと思うんだけど、でもそういうの仕事に持ち込まないよっていう考え方も一つとしてあると思うし、うん、ピリピリしたスタジオの雰囲気嫌いなの。だってさ音楽作ること自体が楽しいのにさ、ね、ピリピリとか緊張感の上に楽しさがあるんだっていう考え方も確かにあるけれども、うん、僕はねあの和気あいあいとやってるんだけどすごいことができちゃうなっていうのがすごいなと思ったりしてるんで、打ち合わせだけだと、まあ、音響監督さんにしろ監督さんにしろあの別にズブズブになるとは言わないけれども言えることって限られてると思うんで、ね、そうですね、打ち合わせ2時間しかない中で、うん、全部伝えたいことってお互い伝えられてないから、やっぱコミュニケーションっていうかな、その後もねちょっと連絡取ったり時間があるなら一緒にご飯食べたりするのもありだよね。そうですね、僕はすぐ LINE でなんか LINE しちゃいます ね、うんうん、ねこれってこれですかねみたいな、ね、その方が良かったりして、うん、きっと監督さんだってそういうことを求めてるような気がするんだけどな、うんうん、人の性格によっていろいろあるけれども、コミュニケーション能力はないよりはあった方がいいと思うな、うん、でそこもやっぱりもしプロでやっていくならちょっと自分の力として、うん、あのつけていった方がいいところなのかもしれないような気はしますが、僕が言ってるのはあくまでも一つの意見なので全てがそうではな い、 い、 やいや劇版ちゃんと作らなきゃとか真剣に考えれば考えるほどドツボにはまってプレッシャーだったり重圧だったり悩んじゃったりするのかなって思うんですよね。クライアントさんの意見も聞くし、ファンの方がこうであってほしいなっていう願いも
受けつつ、最終的にどこで判断するかっていうと、自分が聞いてあかっこいいなとか、うん、男子新体操の選手だった頃だったら踊りたいなっていうものを、うんうん、バランス感覚として選べるところが一番大事なのかなその最終的に自分での感覚とかセンスで曲を選んで、もうそれでいけばいいやっていうふうには思ってますね。あと、まあ、多分その高梨さんも同じかなと思うんですけど、違いますよあれそのカラーを出さなきゃなっていう方じゃないですよね僕たち。意図的に出そう出そうとしてるわけじゃないですか。そうです、うん、なんかあのいかにそれをの濃さをどれぐらいに薄めるのかなみたいな逆の方向ですよね。そうだね、薄める方って難しいんだよね。そうですよね。だから、うん、根底でやってるバトル曲とかはもう同じ感じで僕は作っちゃうので、自分がかっこいいなとかこうだと盛り上がるんだろうなとか、うんうんうん、自分がかっこいいって思うの一番大事じゃない。そうですね、うん、だから作っててなんか筋トレしたくなったら勝ちだなとは思ってるんですけど筋トレするよね劇版って何十曲あるから締め切りまで大変とかそういう話聞くじゃないですか、はいはい、でインディーズバンドってその1曲を世に出すのって大変なことだったので、こうやってバンドマンがねデビューしてもこうやってじゃあアルバムで10曲とかやったりしてもその世に自分の曲を1曲出すっていうことがものすごい大事だったのに、劇版になったら50曲とかあるじゃない。そうですね、で50曲も出していいんですかと思ってラッキーとか思って50曲出せるわとかってすごいその歴史があったからそう思えるんですいやプレッシャーっていうよりも楽しみ50曲もいただきましたみたいな感じだったりするんで、あとどうしても疲れたら俺銭湯に行くのが好き。あ、そうなんですか下町のあれですね、下町の、うん、あの昭和の銭湯に行くのが好き。でも僕も最近そうですね、子供連れて銭湯行ってますね。銭湯いいよね。銭湯と筋トレですよねやっぱり配給だったり僕のヒーローアカデミア、マイヒーローアカデミアの音楽とかは特に海外であのたくさん聴いていただいてるんですけれども、今まで積み上げてきた音楽だったりっていうのも交えつつ、さらにあの壮大に限界を超えるようなものをつける限界を超えろっていうのがモチーフであるんで、あ、なるほど、なるほど。いつもね作りながらしんどいなとか思いながらっていう、そういう時に限界を超えろって言われるからアニメの中のさ、そういうさ決め台詞とかさ、自分の中どんどんインプットされる。あ、そうそうそうあるよねそっか、ヒーローは諦めないとか言ってるから、あ、頑張んないとなって思う俺もさ、ナルトのセリフとかで、うん、そういうのでもう全然あるいや、そうですよ、インプットされちゃって、それの気持ちで作ったりすることってある。それに励まされて作家もやってるんだなというのを、うん、はい、あの感じつつ、あの楽しみに待っていていただければなと思っております。ナルト、それからあの今回ボルトもランクイン、あ、そうですよね、させていただいて、あのナルト、ボルトとこう親子2世代についてランクインさせていただいているので、うん、これからまたねボルトの新シリーズなんかもこれから先あると思いますし、日本世界いろんな方に楽しんでいただくっていうことで、やっぱ僕自分の存在価値ってそこにあるような気がしてて、あの誰か楽しんでくれたり喜んでくれたりって時に、あ、俺いてもいいんだなって思うんでなんかそういう形で、あのこれからも皆さんに楽しんでいただけるように、世界中の方に楽しんでいただけるようなものを作っていただきたいと思います。で、生き様もエンターテインメントでいきたいと思っております生涯生涯エンターテイナーでいきたいと思っております